タイトルコールです。東京23マジで TV、 はい、始まりました。チームがですね、ブロックに分かれて対戦しました。そしてそのリーグ戦上位で勝ち残ったのが今日から始まるこのベスト8、決勝トーナメントですね。以上です。はい、前半がスタートしました。はい、前半45分、横浜、東京横浜大 FC のね、はい、ボールでスタートしております。はい、でもここから見るとあれですね、選手の番号が見やすくて、あ、確かに見やすいね。はい、はい、攻めててくれると大体誰がどこにいるか分かる。うん、さあ、トインがペナに入ってきた。岡本がつく。さあ、ここでいうと三月、岡本、あ、いいですね。左のジョニーがフリー。これ左足キックフェイント、お、縦行った、左足クロスボール、ヘディング、決まった、シュート決まった、ゴール、加藤裕二。いや、裕二高いっすね、やっぱり。すんばらしいね。はい、今のはもう、あ、もう、あ、そのままやっちゃった。はい、まあ、有事ですね。今まだ5分にならないところですね。ヘッド、はい、ゴール決めました。はい、外僕らもね、気合を入れて臨んだんですけど負けてしまいましてね。はい、本当にあれが一番悔しかったね。一番悔しかったかもしれないですよね。ね、はい、あ、ジョニーいいね。いや、いけるんじゃない。お、あ、打たれた、加藤有事、有事シュート決まった。やばいっすね、ユージさん。はい、ユージすごいですね。粘って素晴らしいシュート決めました。はい、相手ボールになりましたね。遠いボールを隠して、あ、加藤裕二がそのボールを取り直した。そして柴田だ、中に軽く入れてくる、シュート、ー清水から決まった、ーゴール、綺麗すぎますね今の。裕二、柴田、あ、裕二じゃない、加藤裕二、柴田、光、いやー、これはちょっと今のは、いや、柴田も良かったね今ね、はい、ワンタッチでね、全てがあれですね、なんか凝縮された美味しい感じ、はい、うん、すごいな。おお、いける。さあ、光る光る光る、おお、ジョニーに行ったもとした。ジョニーが中をぶっちぎる。ジョニー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 の、おお、すごいスルーパス。そして加藤裕二、シュートー、はい、決まった。おめでとう。すごい、ジョニーのスルーパス、糸を引くようなパス。もうなんかここで打ってくださいね、うん、でしたね。すごいですね、加藤裕二。いや、やっぱり関東リーグを戦い続けたおかげで、うん、じゃあ強くなったんですかね、うちも。そうですね、結構。あ、本当、八木ちゃん交代で入ったのかもしれないです、ね、今背番号3、八木ひろと選手がひょっとしたら馬がアウトということでね、ちょっとポジションどうなるのかね、フォーバックにでもするのかな。あ、そして10番シュ、うわー、すごいスルーパス。11番、入ったかな。あ、入りましたね。10番の東横浜、10番の選手から11番の選手ということでね、後半の19分です。柴田クロス、いけー、惜しい。柴田からヒデの、まあ先輩決めてくれっていうの。先輩、そしてまたマイボールだ。来たよ来たよ、また来た。ヒデヒデ、今度は柴田の返しだ。柴田シュート、ー勝ったもうヒデと柴田のこう、ハーモニーを感じさせるお返しのね、スルーパスで柴田のゴールを見ましたね。いや、非常にいい場面でした。後半のアディショナルタイム1分のところですね。今のいい心理したね、ちょっと、うん、いや、
今日は柴田ですからね。そう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 、その歴史がね。そうだよね、はい、あるからこそ。あっという間に柴田選手もベテランの方の仲間入りしちゃって、おお危ない。さあ、そしてまたチャンスです、龍平。ね、はい、ここで長い笛が鳴りました。大事の皆さん、そして対戦相手のね、はい、東院横浜の皆さんもありがとうございました。非常に素晴らしいサッカーをね、あの僕らとしては楽しませていただいたかなと思います、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今日も長い間視聴してくれた皆さんありがとうございました。来週もまたねサッカー楽しみましょうね。はい、はい、それでは皆さんさようなら。また来週。ありがとうございました。あと水曜日。水曜日グダグダ。